エカチェリーナ・ミハイロブ・ナ・ドルゴルコバ。エカチェリーナ・ミハイロブ・ナ・ドルゴルコバ。1847年11月14日から1922年2月15日は、ロシア皇帝アレクサンドル2世の愛人で、あとに2番目の妻となった貴族女性。アレクサンドル2世との結婚が、帰宣結婚とされたために、ロシア皇后にはなれず、 ユーリエフスカや皇女殿下の称号を与えられた。エカチェリーナ、愛称、カーチャは、没落貴族、ドルゴルーコフ家のミハイル・ミハイロビチ・ドルゴルーコフ、公爵の娘として生まれた。エカチェリーナが皇帝アレクサンドル二世と初めて出会ったのは、アレクサンドル二世が、父の領地を訪れた時である。この時、彼はまだ12歳の少女だったエカチェリーナを心に、 止めることはなかった。父が何の財産も残さずに死ぬと、エカチェリーナと妹は、首都サンクトペテルブルクにある貴族女学校、スモーリヌイ女学院の寄宿生となった。アレクサンドル二世は亡きドルゴルコフ公爵の四人の、医師たちの教育費を拠出してやっていた。1864年の秋、アレクサンドル二世は、スモーリヌイ女学院を公式訪問した際、16歳に、 なったエカチェリーナと再会して一目ぼれをした。ある同時大臣は、当時のエカチェリーナについて、中世で洗練された容姿をしており、柔らかな白石の肌、怯えたガゼルのような目、感能的な口元、明るめの栗色をした、豊かな髪の持ち主と述している。アレクサンドル2世は学校を訪れてはエカチェリーナを、散歩や乗馬に連れ出した。また、エカチェリーナは、 学校での生活の中で自由主義的思想を持ち、たびたび、アレクサンドル2世と議論を交わした。その後、アレクサンドル2世はエカチェリーナを結核に悩まされる、皇后、マリア・アレクサンドロブナツキの助監に任命した。エカチェリーナは、アレクサンドル2世のことが好きで、彼と一緒にいるのを楽しんではいたが、大勢いるお手つきの女の一人になるのは嫌がった。 母ベラとスモーリヌイ女学院の学長は、エカチェリーナに、カウンサイコーのための機会を逃さず、皇帝の長期となるよう彼女をせき立てていた。アレクサンドル二世は1865年に、後継ぎの長男ニコライ・アレクサンドロビッチ大公を亡くし、また、暗殺未遂にも遭遇して、すっかり気落ちしていた。皇帝の嘆き悲しむ姿に心を動かされた、エカチェリーナは、 1866年7月にアレクサンドル二世の愛人になった。母ベラはその2ヶ月前に死去したが、彼女はその日の最後の日記に皇帝はエカチェーナに言いました。あなたは秘密の妻です。私がもし自由になったなら必ずあなたと結婚するでしょうと記している。エカチェリーナは1872年に長男ゲオルギーを出産したのを皮切りに、 皇帝との間に4人の子供を設けた。二人の関係は、皇后マリアが病気を理由に、医師からアレクサンドル2世との性行為を控えるように、忠告されてから始まったという。アレクサンドル2世は、エカチェリーナと子供たちをそばに置くことを主張して、はばからなかった。彼は週に3度、ないし4度は、エカチェリーナと会い、その時はエカチェリーナが、警護官に扇動されて、 東急の皇帝の居室にやってきた。それ以外の日は毎日手紙を書き、互いの愛情について語り合った。二人の関係は公然の秘密だったが、互いに本名で手紙を書くことはなく、2007年5月に二人の手紙は競売にかけられている。また、彼女の邸宅に赴き、彼女のヌードを自ら描くこともあった。1876年2月、エカチェリーナは、 大密語ボリスを妊娠した際、子供を東急殿で出産することを主張し、望み通り皇帝の居室でボリスを出産した。しかし、ボリスは生後数週間で風邪が原因で死亡した。アレクサンドル二世の家族や宮廷は二人の関係を激しく非難し、エカチェリーナは皇后の座を狙っているとか、皇帝に自由主義を吹き込んでいるなどと中傷された。また、 エカチェリーナがある実業家と関係を持っているという噂も立てられた。皇族の中にはアレクサンドル2世が愛称エカチェリーナに生ませた子供に定位継承権を与える可能性を恐れる者も,もた。これらの批判を聞き、憔悴したアレクサンドル2世はビュルテンベルク王国に嫁いだ妹オリが王妃に宛てた手紙の中で彼女は彼女の名前を利用しようとする。 物たちの試みにもかかわらず、これらの問題に干渉しようとはしない。彼女は私と子供たちのためだけに宮殿に住んでいると記している。エカチェリーナと子供たちはアレクサンドル二世から首都に邸宅を与えられていたが、後にエカチェリーナがテロの標的にされるのを恐れて、1880年にボシオフユ宮殿の第三翼に住ませることを受けた。宮殿の侍従たちは、 マリア皇后は上階のエカチェリーナの子供たちが動き回る騒音に苦しめられているという噂を広めたが実際にはマリアの部屋はエカチェリーナの部屋からは距離があり騒音に悩まされることはなかった。マリアは自身の子供とエカチェリーナを面会させることを提案しエカチェリーナは彼女の子供ゲオルギーとオリガと面会した。エカチェリーナは子供たちを祝福してキスを交わし それを見た皇帝夫妻は涙を流したという。アレクサンドル2世は死の床にある皇后が死ねばすぐにでもエカチェリーナと結婚する。なぜなら自分はいつ暗殺されてもおかしくないので、エカチェリーナとその子供たちに何らかの保証を得ねばならないからだと家族に宣言した。皇帝の家族や皇族たちはこの言葉に激怒したが、アレクサンドル2世は宣言を受け入れるように強制した。 1880年6月8日に皇后マリア・アレクサンドロブナが死ぬと皇帝は妻の死から1ヶ月も経たない7月6日にエカチェリーナと再婚した。この結婚は皇帝の家族からも民衆からも祝福されないものだったが皇帝は無理に再婚を急いだ。帰戦結婚のためエカチェリーナの子供たちは定位継承権を与えられなかったがアレクサンドル二世は彼女に ユーリエフスカや皇女の称号を与えた。コンスタンチン・ポベドノシセフラ一部の宮廷人は、エカチェリーナを下品でミニキーと酷評し、彼女が亡きマリア皇后にとって変わったことに憤取った。しかし、アレクサンドル二世は長年日陰の身に置いていた、エカチェリーナとの関係を晴れて、公式のものにできたことを非常に喜んでいた。皇帝の甥いアレクサンドル・ミハイロビッチ大公は、 皇帝はエカチェリーナの前では十代の少年のように振る舞っていた。そして、エカチェリーナは皇帝を崇めているようだったと回想していい。アレクサンドル二世の家族は皇帝がエカチェリーナを皇后にし、彼女との間の子供たちに定位継承権を与えて、大公や大公女の称号を与えるのではないかと不安に思っていた。また、皇帝の家族はエカチェリーナが皇帝を愛称の 三者で呼ぶことにも我慢がならなかった。アレクサンドル二世とエカチェリーナは幸福に暮らしていたが、皇帝は常に暗殺の脅威と隣り合わせの暮らしをしていた。1880年3月1日、東急電の近くで爆発が起きて、生産室が揺れた時、アレクサンドル二世は、カーチャ、愛するカーチャ、と叫びながら階段を駆け上がって、エカチェリーナの部屋へ走った。 エカチェリーナは無事であったが、一方で死を目前にしたマリアは、朦朧として、爆発にも気づけない状態だった。マリアの兄アレクサンダー・フォン決戦イコール、ダルムシュタットはその場に居合わせたが、妻のことを全く気にかけない皇帝の振る舞いを見て激怒した。1880年3月1日の冬宮殿の近くでの爆発のちょうど1年後の1881年3月1日、エカチェリーナは、 胸騒ぎがして、アレクサンドル二世に出かけないよう懇願したが、彼は妻をなだめて外出した。一時間もしないうちに渋滞になった、アレクサンドル二世が、宮殿に運び込まれた。アレクサンドル二世が爆弾で、致命傷を負ったと聞いたエカチェリーナは、彼の元に駆けつけ、すでに息絶えた皇帝の遺体に取りすがり、サーシャ、サーシャ、と叫びながら号泣した。 アレクサンドル・ミハイロビチ大公は回顧録の中で、エカチェリーナは白い衣装を皇帝の地で赤く染めと記している。葬儀では、エカチェリーナと子供たちは、教会の入り口に立たされ、皇族の席を与えられなかった。また、エカチェリーナ母子は皇族による皇帝追悼の生態礼儀に出ることも禁じ入れた。アレクサンドル二世の死後、エカチェリーナと子供たちは百四十万ルーブルの 保証金と新しい邸宅を受け取る代わりに、東急電を含むすべての提出所有の宮殿に住む権利を放棄した。エカチェリーナはパリとリビエラに住み、この地の社交界で宣伝された女主人として有名になり、20人の使用人と使用の鉄道馬車を抱える暮らしを送ったが、自身で財産を管理せねばならず、子供たちには贅沢をさせなかった。 ロマノフ家の皇族たちは相変わらず彼女を軽蔑していた。次息子のアレクサンドル三世は彼女を秘密警察、オフラーナのスパイに監視させ、その行動を逐一報告させていた。そして、母親との暮らしに平気した息子のゲオルギーが、帝国海軍への入隊を希望しても、ロシア国内に入ることを一切許さなかった。アレクサンドル三世の三男。 ゲオルギー・アレクサンドロビッチ大公は、病気を口実に彼女と信仰を深めるのを忌避した。一方、ニコライ・二世は、エカチェリーナと息子らに対しては寛容で、ゲオルギーをロシアに住まわせたが、エカチェリーナの娘オリガが、主人アレクサンドル・プーシキンの孫の伯爵と結婚する。際に父代わりを務めてほしいとエカチェリーナに頼まれたが、母のマリアフィオードロブナ皇太后の反対にあって、 断らざるを得なかった。エカチェリーナは1922年に年金を使い果たして死んだ。エカチェリーナはアレクサンドル二世との間に4人の子女を設けた。子供たちはユーリエフスキー、ユーリエフスカヤ公爵の生を名乗った。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。